ントはワンボールワンストライクです。肩を揺さぶって、そしてユニフォームの裾を直しましたマウンドの田中。ワンボールワンストライク。黒いバットを縦で構えた長野に対して3球目を投げました。落ちる球落ちました。セカンドの左、セカンドは福島、取った。そして一塁送球、一塁アウト。センター前抜けようかというところ、素早く追いついて、そして取ってからはかなり余裕がありました。一塁でいい球を送りました。アウトでワンアウトです。難しいマウンドね、グラブさばき素晴らしいですね。結構スライダーが甘く入っていい当たりをされたんですけども、はい、まずマウンドにライナーで立って、ちょっとあの打球の向きが変わりました。でそれからセンター前に抜けていこうかというところだったんですが、セカンド藤田よく追いついて、そして取ってからちょっと間があって一塁を送りましたが、十分間に合いました。ワンアウトでランナーありません。2番セカンド寺内、田中1球目を投げました。直球打ちました。センターへのフライです。センターずーっと宇宙側の方を引っ掛けてきて取りました。アウト、ツーアウト。初球を打っていった寺内、今日唯一のヒットを打っている寺内がセンターフライに倒れました。まあセンターフライでも少しいい当たり、ライナー気味のね打球でしたけれどもね。寺内はそうすると田中にはかなり合ってると見ていいでしょうか。そうですね、あのストレートのタイミングでかなりあの狙いをこう絞っているような、いいスイングしてますよね。さあ、ツーアウトランナーなし、バッターボックス3番キャッチャー阿部大、1球を投げました。スプリットからビーストライク。